本日は2019明治安田生命 JR リーグ第12節明治安田生命川崎支社エキサイトマッチフライデーナイト J リーグワールドバイダゾーン川崎フロンターレ対名古屋グランパス戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。また名古屋グランパスのサポーターの皆さん、本日は驚きのお越しくださいまして誠にありがとうございます。ナビスタッフ一同御礼申し上げます。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずビジター名古屋グランパスのスターティングメンバーです。1番ゴールキーパーランプラック、6番ディフェンダー宮原和也、20番ディフェンダー中谷慎之介、17番ディフェンダー丸山雄一、23番ディフェンダー吉井大太郎、10番ミッドフィルダーガブリエル・シャリエル、2番ミッドフィルダー米本拓司、8番ミッドフィルダージョアン・シミッチ、11番ミッドフィルダーマテウス、9番フォワード長谷川アーリア・ジャスル、7番フォワードジョー、続いてサブスティテュートです。16番ゴールキーパー武田洋平、5番ディフェンダー千葉和彦、4番ミッドフィルダー小林勇気、26番ミッドフィルダー杉森浩樹、29番ミッドフィルダー泉隆二、25番フォワード前野直樹、27番フォワード相馬勇気